2017年サンクトペテルブルク地下鉄爆破テロ事件とは2017年4月3日にロシアのサンクトペテルブルク地下鉄2号線の仙台や広場駅と高架大学駅において発生した爆発事件以前からチェチェン分離主義者による複数のテロがロシア国内で発生していたが地下鉄を狙ったテロは2010年の地下鉄爆破テロを最後に 7年間にわたって起こっていなかった。2016年2月、アイスセルはロシアのシリア軍事介入を理由にサンクトペテルブルクとモスクワをターゲットとした攻撃を企んでいたが治安当局により察知されアイスセルの武装勢力7人は逮捕されていた。その中にはロシア人や中央アジア人、トルコ出身の首謀者が含まれていた。 アイスルのプロパガンダがこの事件の前から出回っており、支持者がモスクワでストライキを始めるように奨励されていた。そのプロパガンダの中には、プーチン大統領の頭部に弾丸の穴が描かれたポスターもあり、我々はロシアを焼き尽くすというメッセージを含んでいた。プーチン大統領は事件当日、生まれ故郷であるサンクトペテルブルクを訪れていた。 列車内で爆弾が爆発した2号線の仙台や広場駅高架大学駅間と爆弾が発見された1号線の放棄広場駅の位置2017年4月3日爆発物を含む約1キロの装置がサンクトペテルブルク地下鉄の仙台や広場駅と高架大学駅の間のトンネルを通過中の列車上で爆発した爆発の法を受けてサンクトペテルブルクの 全地下鉄駅がすぐ閉鎖された。その後、夕方になってから、サンクトペテルブルク地下鉄3号線、4号線、5号線の運行が再開した。インテルファクス通信のニュースによるとこれは自爆テロで、イスラーム過激派に関連する中央アジア系の人物の犯行である疑いがあるということである。二つ目の爆弾は1号線の放棄広場駅で発見され、解除された。 玉軸受け、ネジ、硫酸弾を用いた装置であったということである。消火器に隠されており、1キロ程度の TNT を含んでいた。爆発に使用された装置はブリーフケースに入れられていた。二度目の爆発に用いられた装置は別の地下鉄液で見つかり、新幹は除去された。攻撃後に警戒が強化され、金属探知機の使用による保安検査が行われた。 モスクワ地下鉄では7年前にモスクワ地下鉄爆破テロ事件が起こっており、さらなる攻撃を防ぐため保安検査が強化された。さらに、モスクワ地下鉄は支援が必要であれば、サンクトペテルブルク地下鉄を支援する準備があるという声明も出した。地元のメディアは、ナガチンスカヤ駅、サブヨロフスカヤ駅、ウグレシスカヤ駅で当局が疑わしい包みを発見したとリポートし、当局は、 後でこのエリアを閉鎖した。ロシアの捜査当局によると、爆発が起こった際に列車を止めないと運転手が決めた。おかげで、さらなる死者の発生を避けることができたということである。ロシア保健省の発表によれば、およそ50人が死傷し、うち7人が即死し、8人が搬送後に死亡した。39人が病院に搬送され、うち6人が重傷を負った。けが人には、 子供も含まれる。ロシアとキルギスの情報機関は、このテロを死亡した被疑者として、22歳のキルギス系、ロシア人のアクバルジョン・ジャリロフを特定した。ジャリロフは1995年に、キルギスの牛に生まれ、2011年頃、モスクワにやってきた。ロシア市のモスコフスキー・コムソモーレツによれば、ガゼータ、RU が、ジャリロフは二千十五年に寿司屋で調理人として、 働いていたと報じているという。一方で、他の情報源によれば、テロの数週間前に失踪するまで、自動車修理工場で働いていたとしている。2017年4月3日時点で、捜査当局は、攻撃は自爆テロであり、中央アジア系の人物が被疑者であると考えられると、述べていた。複数の報道では、被疑者は22歳のカザフスタン移民であるとあるとしたが、後に、 テロ犠牲者であると判断された。その後、被疑者として挙げられたのは23歳のキルギス系、ロシア人であり、この人物は国際的過激派グループとの接点を持っているという。当初、警察は関与の疑いのある男二人の写真を公開していた。一人は直ちに警察に趣き無実を訴え、インテルファクス通信は、関与したのは一人だけであると報道した。地下鉄駅に、 追悼のため喧嘩をするウラジーミル・プーチン大統領、ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンは、攻撃が起こった時サンクトペテルブルクにおり、徹底的に捜査をすると強く述べた。後に、攻撃の現場を訪れたが、保安上の理由で、ロシア連邦警護庁は直接の訪問を禁じた。プーチンは、別件で、ベラルーシ大統領、アレクサンドル・ルカシェンコと会談中であり、 プーチンが声明を出した後、ルカシェンコも爆破について、悲しみの意を表明した。モスクワ市長、セルゲイ・ソビャーニンも、攻撃の被害者に対する弔意を示し、モスクワの輸送インフラに関して、保安を強化するよう命じた。ロシア保健大臣、ベロニカス・スクボルツォワは、サンクトペテルブルクにいる医師たちに、被害者を助けるよう指示した。チェチェン共和国市長、ラムザン・カディロフは、 地下鉄爆破事件をテロとして強く非難し、犯人を明らかにし処罰すべきだと述べた。ウクライナは、自国での攻撃を恐れて、地下鉄駅の保安を強化した。日本は、内閣総理大臣、安倍晋三が記者団のインタビューに応じ、今回の事件について、テロは断じて許すことはできぬと語り、犠牲者への哀悼の言葉を発した。ありがとうございます。